ノーキンハンクです。よろしくお願いします。はい、という感じで今回は夏の超英雄第2弾の発表がありました。選ばれましたのは風花雪月から4名様、左からシルバン、イングニット、ドロテア、ベレス先生、そしてレア様がくっついております肥沃英雄となっております。今回はね、なんか面白そうな武器とかで変わったスキルがね、いっぱい実装されておりますんで、一緒に見ていきましょう。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずはイングリッドですね。槍の飛行となっております。イラストはね、もうこれは100点ですね。あの性能云々よりも100点を与えておきたい。これね、ちょっと何がすごいかって、ちょっとカメラさん寄って、ここに、はい、どうですかこれ、この食い込み方。あ、もうこれは目覚めますよね。まあ、誰がどう見ても目覚める。そしてこの顔が綺麗すぎる。武器スキル見ていきましょうか。これは改革の星槍っていうんですかね。はい。で、これ専用武器となっておりますね。威力が16の射程が1。で、戦闘中、全ステータスがプラス5。はい。これはまず、すごいですよね。無条件なんですよ。無条件で全ステータス戦闘中上がります。で、かつ戦闘後に HP が10回復しますというやつですね。で、効果はですね、各自軍ターン、各敵ターン、それぞれについて、このスキル所有者の最初の戦闘のみということなんですけども、ちょっとこれ書き方がよくわからないんですけど、とりあえず効果が発動するのは1回のみと、いうことなんでしょうかね。まあ面白い設定にはなっておりますね。そして一番下の文面に速さプラス3。いや、それは一番上に持ってくるべきだったんじゃないのかな。うん、なんか一番下にそれ、なんかもう、後から足しときましたみたいな感じに見えるから、それ一番上に書いとくべきだったんじゃないのかなと俺思うんですけどね。はい。で、まあ奥義が月光。で、鬼神混合の瞬撃ついてますね。まあ、こっちから攻撃を、まあ、仕掛けた用のやつじゃないですかね。受けはしない方がいいという感じでしょうかね。まあ、飛行なんでそんなに耐久はないと思うんですけども、これがついてることによって、まあ、攻めても、とりあえず一発ぐらいは大丈夫という感じですね。ちょっと鉄砲玉な感じがしますね。まあ、攻撃力が、と、まあ、速さがあるのかなという感じ。で、まあ、守備、魔防に関しては、ちょっと神装甲な感じがしますね。で、警戒耐性3。はい、新しいの来ましたね。敵から攻撃された時、戦闘中、最初に受けた、攻撃のダメージを 50% 軽減。来ましたね、これね。これ、継承可能のやつだと思うんですけども、まあ、50% カットが、まあ、衝撃でできるということなんで、これ何かね、悪いことできそうな気はするんですけども、まあ、俺の予想なんですけど、まあ多分当たってると思うんですけども、これ重装には継承不可だと思ってるんですよね。これもし重装に継承できたら、これやばいよね。これすごくやばいと思いますよ。まあ、例えばあの重装のフォルスとかね、あの武器にあれ回復確かついてたじゃないですか。ああいうキャラにこれつけたら、もうね、重装でこのイングリッドと同じことができますからね。それが何回もできるみたいな感じになるんでね。これはちょっとやばそうな感じがしますね。はい。で、速さの波がついております。間違いなく速いんでしょうね。だからステータス配分で言うと、攻撃と速さが特化してて、まあ、HP、守備、魔防が、まあ、低めに設定されています。で、鬼神混合ついてるんで、こっちから仕掛けた時守備高くなるんで、まあ、1回ぐらいの戦闘は耐えますよと。で、その後、ね、相手からの攻撃はね、50% カットできるんで、なんか、ね、あの生存率が、まあ、もしかしたらっていう感じのやつですね。結構、まあ、ロマンがあるキャラになってるんじゃないのかなと思いますね。はい、イングリッドの紹介でした。はい、じゃあ次、ドロテア見ていきましょう。暗鬼の歩行となっております。イラストね、またこれも優勝候補ですね。先ほどのイングリッドと違って、大人のお姉さんを全開に出してきてますよね。でね、これのね、いいポイントはですね、腰に巻いてるあの布ですよね。こう全部見えてるんじゃなくて、こう歩くたびにチラチラ見える。あの太もも、まあ動いてないからあれなんですけど、いいっすよね。
まあキッズの皆さんにはわからないかこれ、じゃあ武器スキル見ていきましょう。花の髪飾りプラス威力が12、射程が2、戦闘中攻撃と魔防がプラス5、かつ戦闘後 HP が7回復で、これもまあ1回のみっていう感じなんでしょうね。で暗記なんで、まあ攻撃後にね、周囲2マスに守備、魔防がねマイナス7しますという感じなんですけど、まあ戦闘はあまりしないと思いますんで、これはどうだろうね。別にこうドロティアをまあこう使用するんじゃなくて、この武器をですね誰かに継承するっていうのはねかなりありだと思いますね。まあこれ回復もついてますしね、まあ瞬間火力が上がる武器ということなんで、攻撃力の高い暗記のキャラに継承するっていうのはもう全然ありよりのありだと思いますね。で踊るで B スキルに初めてのやつがありますね。攻撃の魅了3、歌う踊る使用時自分の周囲4マス以内にいる、最も近い敵の攻撃をマイナス7にしますと。あ、いいですねこれね。これは相当使いやすいんじゃないでしょうかね。踊った後に近いやつの攻撃下げれるということは、まあ、安全に、まあ、受けブレムや倒すことができるということなんで、これはね結構踊り子自分のねメインで使ってる踊り子にねばらまくっていうのはありだと思うんですよね。だから伝承のアクアとかに継承するっていうのも全然 OK だと思いますね。だからこういうのをつけておくと、封印かな、封印スキルあるじゃないですか。攻撃の封印っていうのを、また別のものに、まあ、付け替えれるということもできますんでね。結構ねなんやかんや言ってね、伝承アクアの B スキルって意外とね死んでる方多いんですよね。まあ救援の航路とかまあ、つけてるよとかいう方いるんですけど、まあ、例えば闘技場とかで使う場合ね、そこまで役に立たないっていう感じはするんですよね。この攻撃の魅了だったらね、まあ、ほぼ確実に相手のね攻撃力を下げれる、安全に倒せることができますんで、なかなかこれはありじゃないのかなと思いますけどね。はい。で C スキルに攻撃のコブ4と、まあ地味に見えますけども最高級スキルですからね。まあ、今回のこのドロティアもねかなり当たりな感じがしますね。はい、ドロティアの紹介でした。はい、じゃあ次シルバー見ていきましょう。緑魔法の馬ですね。武器がメロンフロートプラス、威力が12、射程が2、戦闘中攻撃魔防がプラス5、かつ戦闘後 HP が7回復、これも1回切りというやつですね。シルバーは星音排出するそうです。はい、じゃあね最後見ていきましょう。飛翼英雄のベレスですね。後ろにレア様がついております。赤魔法の飛行となっております。イラストがねこれもまたいいんですよ。まあ今回の優勝候補ナンバーワンじゃないでしょうかね。個人的にねベレス先生がすごく好きなんでね、まあ今回水着ということなんで目覚めそうですね。この水着にねあのタイツだけでも履いといてくれたらね、多分俺は目覚めてましたね。まあまあ今回は目覚めそうという感じのイラストとなっておりますね。ありがとうございます。さあ武器スキル見ていきましょう。はい、じゃあまず武器から見ていきましょう。聖火の神宝って読むんでしょうかね。威力が14、射程が2、奥義が発動しやすい、はい、キラー系効果がついております。で戦闘開始時速さが敵より1以上高い時、まあこれが書いてるということは間違いなく早いんでしょうね。でまたは敵の HP が 100% で戦闘開始時、はい、フレッシュな状態ですね。戦闘中自分の攻撃と速さがプラス5、まあ、さらに、ステータスを持ってくると。でかつ戦闘中敵の絶対追撃を無効、かつ自分の追撃負荷を無効見切りついてるな、すごいなこれね。これはやばそうだ。この武器に一体いくつのスキルが詰め込まれているんでしょうか。まあこの時点でもう弱いことはないでしょう。この武器だけでもねもう異様な強さを放っておりますんでね、まあこれにねあの後の ABC のスキルが、まあ、加わっていくと、もう一体このベレスは一体何個スキルをガン詰めしてるんだっていう状況になってきますよね。はい、で奥義が破天ですね。来ましたよ破天ね。これ継承できる、まあ、スキルの中で、まあ、最も、まあ、有効な
まあスキルじゃないのかなと思いますけどね。査定も取れて、で2ターン奥義で火力もかなり出ますからね。まあ言うてまだね、竜とか獣がねうようよしてる時代ですんでね、これはねかなり使えます。で A スキルが、攻撃速さの渾身4。はい、まあここはですね、まあ鬼神飛炎の一撃とかでもいいかもしれないですね。どっちかというと鬼神飛炎の一撃つけてる方が安定はするんじゃないのかなと思いますね。これはやっぱり自分にダメージがね食らってしまうんでね。で今までのキャラだったら HP を回復するっていうのがあったんですけども、このベレスはちょっと回復はできませんよという感じですね。で速さ魔法の封印2がついておりますね。新しいやつですね、敵軍内で最も速さと魔法の合計値が高い敵の速さ魔法をマイナス5にしますと。ここはですね、まあ個人のねなんか強くなるようなスキルをつけといた方が個人的にはいいんじゃないのかなと思いますけどね。まあ早いんであれば攻め立てをね、まあつけてみたりとか、うん、なんかあの移動系のね、まあスキルもまあつけるのは全然ありじゃないのかなと思いますね。で C スキルがですね、まあこれも伝令値の3ですね。はい、まあ飛行以外のキャラたちを隣接マスに移動するやつを付与するというやつなんですけど、まあこのベレスが相手軍にいるとすごくややこしいんじゃないのかなと思いますけどね。なんか周りをねどんどん移動させてきて、かつ自分はめちゃめちゃ強いという感じ。しかも飛翼英雄なんで飛翼ボタンもね、まあ、押せるんでね、これはすごく使いやすいキャラになってるんじゃないでしょうかね。とりあえずこのベレスはね1体だけでも当てておくことをお勧めいたします。はい、じゃあ最後にですね、ベレス先生の飛翼ボタン見ていきましょう。自分と周囲2マス以内の味方に攻め立てを付与します。はい、やりましたね。これやってるぞ。これはねもう何がやばいかって、まず一つね、HP の制限どこにも書いてないです。で何回でも使用できるという仕様なんですよね。で本当に何がやばいかって、速さの低い攻撃体系の持った重装に攻め立て付与できるということですよね。何が言いたいかっていうと、うちのルドルフね、まあ速さはそんなに高くないんですけども、攻撃力めちゃめちゃ高いじゃないですか。相手の攻撃が来る前に、もう飛びますよ、間違いなく。2回殴った時点で。で、2ターン奥義なんかつけておけば、攻め立てのね、逃げ決めに必ず奥義が出るようにしておけば、多分耐えれるキャラっていうのはほぼほぼいないんじゃないのかなと思いますね。まあ、自軍操作でしかね、まあ、飛翼ボタンっていうのはあんまり発動は意味ないんで、うん、防衛に置いたところでっていう感じなんですけども、これ困った時にはね、このボタン一つで全てが解決できるような気がしますね。だからおそらく攻める時にはね、受けブレムをするんじゃなくて攻めブレムがもしかしたらまた今後流行ってくる可能性がありますね。はい、ということで今回の超英雄は7月の8日から8月の8日、1ヶ月間開催しますという感じですね。今回の狙い目はやっぱ赤でいいんじゃないですかね。うん、赤青ぐらいで、踊り子が欲しいなと思ったら、まあ、白を引くのもありじゃないのかなと思いますね。まあ、今回のね、イラストは本当にね、素晴らしいので、まあ、全部引くのもありですよ。うん、緑はちょっと優先度低いんですけども、まあ、青、白、赤。まあ、その辺のね、3色引きするのは、まあ、全然ありじゃないのかなと思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それと、課金は計画的に、それじゃあ、バイバイ。